皆さんこんにちは。作曲家の水田康則です。今回ですね、サボテージスタジオさんが開発しておりますシー・オブ・スターズという作品に参加することになりました。実はですね、同社が制作したザ・メッセンジャーというゲームがあるんですけれども、こちらの大ファンでして、今回お話をいただいた時には正直信じられない気持ちでいっぱいでした。シー・オブ・スターズではせっかく参加させていただくということで、自分らしいですね音楽を提供しつつも、メインコンポーザーでもありますエリックさんとですね、意見交換をしっかりしながら、ゲーム通して一貫性のある音楽を目指してですね、現在鋭意制作中です。そしてですね、今回、スーパーファミコン風というのをですねテーマにしてですね、わざわざ音色をサンプリングし直したりしながらですね、昔風のサウンドを目指して制作しております。ゲームが発売されるまでもうしばらく、かかってしまいますけれども、ぜひですね期待しながら皆さん楽しみに待っていていただければと思います。そしてこのビデオを見て、いただきありがとうございました。それでは